8.10パリ五輪決勝ブラジル女子ゼロのワンアメリカ女子パリ。パリオリンピック女子サッカー競技は10日に決勝を開催した。アメリカ女子代表がブラジル女子代表に1対0で勝利。2012年のロンドン大会以来、12年ぶり最多5度目の金メダル獲得を果たした。試合は立ち上がりから一進一退の攻防となると、後半12分にスコアが動いた。 アメリカは敵陣ハーフウェイライン付近でブラジルのパスミスを回収するとスルーパスに抜け出した FW マロリー・スワンソンがペナルティエリア内左からゲットついに均衡を破った1点を追うブラジルは後半16分に FW マルタを投入するがその後も主導権はアメリカに試合は1対0のままタイムアップを迎えアメリカが3大会ぶりの優勝を飾った 5月にアメリカの指揮官に就任したばかりのエマ・ヘイズ監督は、次のように優勝を喜んでいる。非常に感慨深い。これが私の夢だった。亡き、父に感謝したい。父が私をこの地位に押し上げ、素晴らしい選手たちを指導する機会を与えてくれた。選手たちは私をよく受け入れ、私の求めたことを全て実践してくれた。彼女らを愛している。 今日は父のネックレスを身につけていた。アメリカンイーグルがついていて、父が一緒にいてくれたと感じた。観客は素晴らしかった。ブラジルも素晴らしかった。言葉が出ないし、衝撃を受けている。